はい、皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。えー、今日はもう暑いんで、さすがにあの、ワイシャツはお許しいただいて、ポロシャツでやらせていただきます。それと、あの、皆さんちょっとお気づきかもしれませんけど、うん この間は実はあのマイクを変えたんですけど、今日はあのカメラをですね、ちょっと変えてみて、いろいろテストしてんですけども、なんかまだ私の顔がこうちょっと青みがかって映っちゃって、えー、いるんですけども、ちょっとまだいろいろ試行錯誤を続けているところなんでお許しください。えー、さて、それで、えー、今日のテーマです。今日はですね、あの台湾。 この話を実はやりたいなと思ってんです。というのはあの皆さんあの新聞テレビでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけど、これ実はあのテレビでもやってたんですよね。それ私実はテレビでほうこんなもんやってんだと思ってですね、気がついたんですけど、あの日本戦略研究フォーラムっていう、 あの、ヤヤ太郎さん会長を務めのシンクタンク。これが、あの、台湾と日本の尖閣諸島に中国が、まあ、攻撃してきた時に、一体、まあ、何が起きるのかっていうことを、まあ、シミュレーションしましたと。まあ、そういうことなんですね。で、えー、っと、小野寺逸則さんとかですね、長島昭久さんとかが、まあ、参加されて、それのシミュレーションやってるっていう、まあ、この話がありました。 で、あの、今日これについて、あの、どういうふうに見るかっていうことをやりたいんですけど、あの、実はですね、えー、まあ私、あの、まあこういうシミュレーション多いにやったらいいと思うんですけども、果たしてこのシミュレーションっていう言葉を聞いてですね、皆さん、あの、もしかしたら、ああ、これが実は、あの、台湾危機っていうのはこういうことが起きるのかというふうに、こう、本当に起きる事態の、 おまあ,あ、シミュレーションっていうふうに思われるかもしれませんけど、それは実はあの、ちょっと意味合いが違うんですね。なぜかというと、この、こういうシミュレーションな、なんでやるかといえばですね、もしもこんなことが起きたときに、日本はどうやって対応するかという、その対応の手順を、あ,あの、確かめる。それで、実はあの、政策的に、あるいはまあ、法律、 的にですね、どんな問題があるのか、その欠陥をこの洗い出すという、それが目的なもんですから、実はあの、本当に起きるかもしれない事態と、それからあの、まあ、こういうシンクタンクがやるシミュレーションというのは、あの、ちょっと違うんですよね。えー、あくまでその政策の欠点とか不十分な点を洗い出すのが目的なので、 それは必ずしも本当に起きる事態っていうものとは、イコールじゃありません。イコールじゃありませんどころか、むしろ、まあ私なんかはもう全然違うんじゃないかっていうふうにぐらいに実は思っているんです。で、それはまあシンクタンクのお仕事ですから、まあそれはそれで大いに割っていただければいいと思うんですけども、まあ私たち、えー、まあ普通の人がですね、まあ私も含めてですけど、あの、一番関心あるのは、要、要一体、 え、本当のところ、その中国の台湾進行って一体どういうふうに何が起きるのっていうことが一番知りたいことなんだろうと思うんですよね。だからそこはちょっとあのシン,シンクタンクやるシミュレーションというものと、まあこれは実はにこの日本のシンクタンクだろうがアメリカのシンクタンクだろうが実は関係なくて、えー、シンクタンクでやることはみんなそういう政策の欠点の洗い出し、出しっていうことですから、あの我々のまあ普通の人が ああ、考えるものとは、ま、ちょっと違うっていうことなんです。で、だから今日はそこのところをちょっと踏まえた上で、まあ、この話をしてみたいと思っているんですよ。で、まずですね、話のとっかかりで、一番、あの、わかりやすく頭を整理するためには、今、ま、ウクライナって実際にロシアが侵攻して、ま、戦争が起きている,いるわけですよね。だからこの、ウクライナで起きていることと、 これからもしかしたら台湾で起きることっていうのは、一体何がどう違うのかということから、まあ始めてみたいと思うんですね。で、それを考えていくと、あ実は台湾っていうのは実はこういうことが本当に起きそうなんじゃないのっていうことがだんだん浮かび上がってくると思うんです。なので、まずウクライナと台湾の違いっていところからいきたいんですが、まず何が違うか。これはもうあの皆さん、 もう言うまでもなく地図を見れば明らかな通りですね。ウクライナというのは敵、あの、陸に囲まれています。で、侵略したロシアは陸続きです。で、そのウクライナを支援している NATO、欧州、西側の加盟国、もうみんなウクライナと陸続きです。ポーランド、バルト三国なんかみんなそうですよね。で、で、ところがですね、 台湾は、これは島ですから、周りが海だということで、この地理的条件が全く異なりますと。これはまず、まずえなければならない第一点目。で、かつですね、ウクライナはロシアを、まあ撃退するために、西側諸国から、 ああ、いろんな武器や支援を得てるわけですけど、その支援してるアメリカやヨーロッパの国は、実はポーランドその他に基地を、まあドイツもそうですけど、基地を持ってますから、あその基地から陸続きで武器弾薬をウクライナ側に提供できます。ところが、あ台湾はあ、台湾の中には米軍基地はありません。 実は、まあ、グリーあの、ネビーシリーズって言われる特殊部隊が、まあ、30数人、もしかしたら40人ぐらい、まあ、今もっと増えてるのかもしれませんけど、まあ、せいぜい数十人が、訓練要員、台湾軍の訓練要員としているだけで、実用の基地はありません。のに加えて、陸続きの台湾を支援する基地っていうのは、実はない。一番近いのは、この日本、それからハワイとグアムと、せいぜいフィリピンまで。 これ全部、まあ、海に、海で、あの、は、と、隔てられているわけですよね。だから、これが、あの、実際に戦争が、戦闘が始まったら、あこの基地がすぐ近くにない、陸通機の基地はないということが、まあ、非常に大きな、まあ、条件になります。それから、三番目、3番目。今、ご案内の通り、ウクライナは、アメリカはもちろんですけど、 陸続きのヨーロッパ、NATO 加盟国がみんな応援してるわけですね。ポーランドもハンガリーも、あーハンガリーじゃない、ポーランドもバルト三国も、それからあ、まあドイツもフランスもイギリスもですけども、そういう国がまあみんなあすぐ近くでまあ応援している。けれども、台湾の場合は、あ同盟国がまずないです。 日本と台湾同盟関係ない。アメリカだって同盟関係ない。フィリピンともない。けども、まあ、志は同じくする、まあ、友好国っていう、まあ、そういう位置づけとすれば、まあ、友好国が、まあ、近くには控えているけれども、この友好国が果たして、今のウクライナで、え、NATO の諸国が、ああ、ウクライナを支援しているほどに、強力に、 進行してくる中国を牽制するかどうか。これは分からないっていうことですね。少なくとも牽制する力。まあこれ国際化係のでよくバランシングって言いますけど、バランシング、中国に対して牽制してバランスを取っていく。このバランシング行動の力はヨーロッパのウクライナほどあるかどうかは、まあちょっと分からないということです。で、これが以上が、あまず、置かれた。 台湾という国が置かれたセッティングの一番の違いですよね。で、さて、その上でですよ。これを踏まえた上で、中国の進行シナリオっていうのはどういうふうになるのか。これをまず中国側から考えてみるとですね。まあ、私は中国があえて えー、むざむざとと言ってもいいけど、あえてアメリカや日本を敵に回して参戦せざるを得ないような形にするか。まずここが非常に大きいです。私はそんなことはしないと思います。だって、あえてアメリカを攻撃、あるいは日本を攻撃してですよ、日米の参戦を促すような、あそういう戦いの仕方をするか。 そんな戦いをする必要はないんですよ。中国側から見たら。中国の目標は台湾を取奪え,えばいいだけで、別にアメリカや日本と敵に回して戦う必要なんかないし、戦わないで済むなら戦わないでいいに決まってますから。したがって、まず出発点。出発点は、私は中国側がアメリカの基地やアメリカの艦船や部隊を 中国側の方が先制的に攻撃して、えー、アメリカの参戦を促すようなことはしない、えー。それは日本についても一緒で、日本についてもそういう、うあえてあちら側が日本に攻撃してくるっていうことはしない。まずこれが2番目の出発点かなと前提かなというふうに、まあ私は思います。で、これ今度逆に考えてですね、じゃあ今度アメリカが あまあ、中国が台湾を攻めようとしているってことが分かったとして、それはまあ分かるでしょうお。衛星その他で上から見てればですね、中国の艦船がもう今にも台湾に押し寄せようとして、大量の艦船が中国の沿岸に集まってるというようなことはもうこれ丸見えですから、丸見えになれば、ああ、やる気だなっていうのはまあアメリカ分かるでしょう。でアメリカは当然警告するでしょう。まあそれはウクライナでも起きたことです。 ウクライナ国境に十数万人のロシア軍が集結したときに、アメリカは何度も何度も、まあ、最後は大統領も出て行って、プーチンに警告したわけですね。まあ、それと同じように、台湾に対する攻撃態勢を中国は整え、沿岸地域に大量の艦船、兵力を集結させたら、おおやる気なんじゃないのと、そんなことやめろっていうふうに警告するでしょう。で、さて、その上でですね、<laughs> えー、まあ出て、中国が出てき、えー、たとして、えー、中国が出てきた時に、アメリカは、アメリカの側からそれを実力で止めるようなことをする。ここですよ。それ実力で止めるようなことをする。あるいは公海上で、台湾海峡といえども、これ公海ですからね。えー、台湾海峡で、えー、アメリカの艦船が航行するのは別に自由ですから、あそこで、 その公海上で中国が出てくるのを軍事的に強制的に止めるか止めてもしも例えば発砲したりすればそれはアメリカが中国人民解放軍を攻撃したという話になります逆に中国人民解放軍が台湾に攻め上がってくるときにアメリカの駆逐艦かなんかがですね台湾海峡を通ってまあ阻止しようとした体を張ってそれを止めようとしたその時に中国が アメリカの駆逐艦を攻撃すれば、それは中国がアメリカを攻撃したということになって、えーまあ、そこからあ、ある種の戦闘、スカミシっていうか、まあ、戦闘がですね、まあ、始まるう。まあこういうシナリオはあり得るでしょうけれども、私は今回のウクライナのアメリカの対応を見ていると、アメリカは極力、極力自分の側から 中国人民海洋軍に最初の第一発目を発射するということは控える、控えるだろうと思います。さて、そうするとですね、何が起きてくるんだろう。ここからですよ、問題は。私は中国の船はどん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 台湾に迫ってきて、まあ上陸を試みようとする。あるいは、事実上、海上封鎖。 海上封鎖、まあ、かつてキューバ危機でやったように、アメリカがそれに対して海上封鎖したように、中国が大量の船で台湾台湾湾の周辺を取り巻いてですね、海上封鎖しようとする。で、そこまでは、確かにそれはけしからん行動ではありますけども、だからといって、これはアメリカは自ら第一発目は撃てないんですよね。 だって撃ってしまったら、それは中国に対するあの攻撃っていうことになって、自分が国際法違反になっちゃう。ですよ。で、さてそうすると睨み合いの中でね、何が起きるか。まあ私は、まあ全く素人だけども、まあ結構あり得るかなと思うのは、中国の艦船は、アメリカの、まあ駆逐艦1隻2隻、あるいは3隻5隻かもしれませんけども、そういう駆逐艦が台湾海峡に展開していたとしてもですよ。 しても、その間はいくらでもこれ海の上ですからね。隙間はあって、その隙間をすり抜けて台湾の沿岸に迫っていこうとするんじゃないでしょうか。で、そこでもしも台湾沿岸に無事たどり着いてですよ。そこで部隊が上陸すれば、まあそこから事実上の進行はスタートするということになりますよね。そうすると、その段階でですね、戦うのは誰か。戦うのは誰か。もちろん。 それは台湾人ですよ。台湾軍ですよ。台湾軍がそんな武力による、我が領土、我が領土の侵略は許さないって言って、台湾軍があそれ戦うわけですけど、アメリカ軍はどうするんだろうその時に、えー。ここはね、結構厄介な話で、中国側はこれは我が領土を奪っているに過ぎない。いわばこれは、 中国の内側の話ですよ。えー、それがウクライナのに対するロシアの侵略のように、これは国際法違反だ。っていう話になるか。中国はと,とんでもない。何が国際法違反だ。これは我が領土。もともと台湾は我が領土なんで、まあそれに抵抗しているから、まあ百歩譲って、これは内戦だと。まあそこまでも言わないと思いますけど、内戦だというぐらいなことが言える。 言えたとしても、百歩譲って言えたとしても、ロシアのウクライナ侵略のように国際法違反だなんていう話は全く受け付けません。という話になりますね。で、一方アメリカもそこのところどうするんだおこの台湾に対する侵攻を中国による国際法違反の侵略だと言い切れるかっていうとね、これは難しいですね。これはまあ延々と、まあいわば法律論争みたいな話になりかねない。 ええー、まあ、どういうふうになるか落ち着くかわかりませんけど、中国、いずれにしよアメリカが国際法違反でそんな侵略は許さないっていうふうに言ったところでですね、中国はそんなことした話じゃない。これはもともと俺の話なんで余計、第三国が余計な介入するなと言っておしまいと。うん、まあ、その、なんていうのある種のこの法律論争みたいな話が、まあ、延々と続くかどうかなんですね。で、 結局じゃあどうなるかというと、まあ私はもしも、アメリカが中国人民海軍に一発も、自分の方からは一発も撃たないっていう状況になっちゃうと、そのすり抜けた部隊が、あもしかしたら、あ台湾をの事実上ダッシュに、まあ、成功してしまう,う可能性はあるのかなと。あるのかなと思いますね。えー、これがね、 むしろ私たちがシミュレーションって言った時に考えるポイントは、私はそこだと思うんですね。ところがね、そういう議論ってね、ありそうでね、ないんです。これ実はあの、たまたまあの、もう随分前に買った本ですけど、私手元にあって、これちょっとさっきペラペラって見てた。これ台湾有事と日本の安全保障って、もうお書きになっている方は、これ元自衛隊の関係者の方ばっかり、4人の連名なんですね。で、この中でね、 台湾の進行シミュレーション。まあ、また、またまたシミュレーションだけど。台湾のシミュレーションっていうのをね、えー、第,第5章でこう書いてらっしゃるんですよ。これちょっと見にくいね。ごめんなさい。えー、光が飛んじゃって、えー。いるんですけども、このシミュレーションによりますとですね、まあ、3つのケースを想定してるんです。で、ふむふむと言って、あの、ペラペラ巡っていますとですね、このケース1、ケース2、ケース3とあるんですが、 実は、ケース1とケース2は、あアメリカはあ、台湾を侵攻しようとしてるっていうことが分かってもですね、察知しても、実はアメリカが攻撃するっていうことは、先に攻撃、中国を攻撃するっていうことは、控えてるっていう、控える。そういうシナリオになってるんですよ。で、その結果、控えた結果どうなるかっていうと、このケース1、ケース2は、結局、台湾は、 中国に奪われてしまいます。そういうシナリオです。で、ケースん、ケースんのみが、実はアメリカ、なんとアメリカはですね、腹を決めてですね、これやる、やる気だなって言うんで、よし、わかった。じゃあ大統領は、もう、これ撃退するって言ってですね、えー、中国軍に対してですよ。まあ、なんと、これ、 昔の本だから、トランプ大統領ってこ、もう書いてあるんだけど、トランプ大統領はですね、軍事行動を米軍に命令する。その結果、えー、中国の空母機動軍に対して、トマホーク、巡航ミサイル、および潜水艦による攻撃命令が下されます。大戦争ですよ。これ三つ目のシナリオ。です、ね、要するに、 アメリカが、もう最初に、トランプ大統領と書いてあるけど、大統領がトマホークの発射、潜水艦による攻撃命令を出しちゃうっていうね。まあそういう話なんですね。で、一方それを受けて中国は、あ米軍の介入、これはもう不可避だ。まあ、つまりもう攻撃命令出ちゃってるし。と見て、もういよいよ、カデナ基地、沖縄のカデナ基地にミサイル攻撃を実施しました。 っていうことになって、まあこれ、はっきり言って大戦争ですよ。大戦争。で、大戦争で、まあ核戦争には至らないけども、双方大変な被害を出してですね、それで結局、被害を出すけども、中国は敗戦、負ける。で、習近平主席は敗戦の責任を取らされて失脚し、中国共産党は集団指導体制に移行します。っていうのが三つ目のシナリオ。つまり、 一つ目と二つ目のシナリオは、アメリカは手を出さない。で、台湾は奪われちゃう。三つ目のシナリオは、なんと大統領が中国軍にトマホーク発射目を命令して、で、中国軍もそれに応戦して、大戦争になるけどもお、結局アメリカが勝つ。まあ、こういうシナリオなんですよ。これが、ええー、まあ、随分前、まあ、何年か前に出た。 まあ本で、これまあたまたま私の手元にあったんで、あの、2019年のシナリオですね。で、ところがですね、同じようなシナリオはこの番組でも実はあの、ご紹介したと思うんですけど、あの、アメリカの IS、CSIS、うん、これが今年の、これは 1,、えっと、1月でしたね。1月に台湾侵攻シナリオっていうのを発表しました。で、これが今出てるやつですけど、2026年台湾侵攻シナリオ、中国は失敗するも、 日米に人大悲願、米研究機関。これ CSIS です。で、これは当時、まあ私もこの番組で紹介しましたし、これテレビでもですね、まあ結構大きく、あの、あちこち報道したりしましたから、皆さんもご存知の方いらっしゃると思いますけど、これも今のこの、この本のシナリオの3番目と一緒で、要するに、米中が本格大戦争。まあ本格大戦争ですよ、これ。ウクラナの日じゃないだって米軍が出るんだもん。 ウクライナは米軍出てないけど、米軍が出て本格大戦争をやった時は、あ双方に大被害出るけども、アメリカは勝ちます。っていうことを言ってるわけ。まあ、これも一緒です。このさっきご紹介した本もね。で、えー、さて、この中で一体どれが最もらしいのか、あの、 ね、要するに本当にありそうなことは一体どれなのかっていう、そういう観点で見ますと、私はこの一番目と二番目の、まあ、この、この黄色いご本のね、一、えー、番目と二番目で書いてるような話でありまして、結局、アメリカは手を出せない、出さない、出せない。これだと思いますね。だって、アメリカはさ、中、もう何度も言ってるけど、中国が先に攻撃してこない限り、 アメリカは先に中国を攻撃したら、これはアメリカの国際法違反になっちゃう、になっちゃうからですよ。アメリカは戦争を始めたって話になっちゃうからですよ。そりゃアメリカはね、いくらなんでもそんなことはしません。えー、やられたらやり返しますよ。けども、やられたらのたらが、中国はやるかって話です。私はやらないと思います。だってそんなことやったら無駄無駄、アメリカは日米と戦わなきゃいけないことになるんだから。 そんなどう考えたって中国にとって合理的じゃないでしょ。合理的じゃないから中国はさっきちらっと言いましたけど、すり抜けて。アメリカ軍や自衛隊の艦船をすり抜けていく。っていうのが私がまあ最もありそうなまあシナリオなのかなと思います。で、えー、そういう時にさてどうすんだよっていう話なんですよ。本当に日本にとって大事なのは ところが、どうも、この、ま、シミュレーションとかね、あの、まあ、この、この5本もそうなんですけど、まあ、報道見てるとですね、結局そうやって中国が、あの、まあ、巧妙に、えー、米軍と日本の海上自衛隊の反撃をすり抜けるように奪ってしまって、結局奪われてしまったら、さて日本はどうなんのと。ここの話はね、 全然出てないように思いますね。まあ私も。私もまあ台湾問題関心があるから、まあずっと見てんです実は。あーどうなのかなと思って。でもね、この現実に即したシナリオ、まあ今日は私はすり抜けシナリオ。まあこれすなりすり抜けシナリオとでも読みますかこの際。まあ今ちょっと思いついたんで。だから、このすり抜けシナリオがあるんじゃないかと思ってんだけども、 おこのすり抜けシナリオを語る人もいないし、語られて台湾が奪われちゃった後どうするんだよと。日本どうやって生きていくんだと。この話をする人も実はいないんだよね。これが本当不思議。そもそもですよ。もっと言えば、もっと言えば。アメリカは、アメリカは中国がそんな進行の、進行する構え。 を見せたときに、アメリカは一体どこまで牽制するのこの話さえ、はっきり言って日本ではほとんど詰まっていないというか、詰めた議論をする人がいないんですよ。私はもう一年も前にですね、実はあの、まあ、月間花だってところで私連載持ってるんで、もう一年以上前だと思いますけど、あの、このタイヤ問題のね、アメリカはどう対応するのかっていう議論をまあ紹介したことあります。もう一回だけじゃなく二度も三度も四度も。 ね。その時にも、私もう鮮明に、もう一年以上前ですよ、この話。鮮明に覚えてますけど、実はアメリカのいわゆる専門家、軍事も含めた専門家、あの間でですね、おいおいと、アメリカはね、えー、台湾を守る必要あんのと。もっと言えば、台湾はアメリカにとっての死活的利益か死活的国益か アメリカの青年が命を通して守らなきゃいけ,いけ,いけないような、アメリカにとっても決定的に重要な国益なのか違うだろう。こういう議論だってあるんですよ。 この違うだろうって議論と、それから、いやいや、これはもう絶対重要だって人と、これが2対に、2対2人対2人に分かれてですね、議論も実はされていて、この議論の模様を、私は当時、月刊花田で詳しく紹介いたしました。けども、そういう議論さえ、実は日本ではほとんど紹介されていません。これもはっきり言いますけど、これは私が紹介しただけで、私の議論を紹介した、その他のペーパーって見たことないから。 そういう議論がないんです。それに加えてですよ、最近ではですね、そもそも台湾軍はそうやって攻められた時に本当に戦うの戦うのあんたたちは。台湾軍はそれに備えた兵器体系を持ち、訓練をし、十分士気も高く戦うような体制になってんのかと。 これに大きな疑問を呈するような、そういう記事さえ、この頃散見されるようになっております。私の気がついた限りでは、ウォール・スジャーナルが極めてあの冷静な、 ああ、記事をこの間書いてましたし、その前にはイギリスのエコノミストもそういうことを書いております。まあ、私もちらっと紹介した,かしたかもしれませんけど、前の番組で紹介したかもしれませんけど、そもそもあの、台湾軍はそんな戦車や飛行機、ジェット戦闘機ばっかり欲しがっているけども、そんな話じゃないだろうと。本当はウクラナが証明したように、ウクラナ教訓っていうのは撃退するにはジャベリンとスティンガーだろうと。 ああいう携帯機器、携帯型の武器の方がはるかに有効じゃないかと。まあこういうことを言ってる方も、えー、もちろんいますし、えー、それからそもそもこの台湾軍の連土、指揮みたいなものは十分なのかと。まあ私がウォール・スリー・ジャーナルで見て記憶に残ってるのは、 えー、若い人が、まあ、ボランティアで台湾軍に志願しました。まあ、そこまでは結構です。え、志願して、えー、まあ、お金もらって、えー、は、え、志願して兵隊にな,なるつもりで入ったんだけど、行ってみたら全然これはダメだと。あまあ、あの、はっきり言って。 まあ意欲もなくなっちゃったって言ってですね、逆にお金を払って除退する、期限よりも早く除退するっていう若者がまあたくさん出てる。実際に訓練やってみたらどこまでやったんだよって言ったら、なんか、時々実弾反射射撃もしたけど、あとは更新だったとかね。 えー、あとは体力強化する、まあ、あの、運動だったとかね。えー、まあ、そんなことぐらいで、えー、まあ、全然、なんか本当に戦うのかどうかわかんないみたいな。まあ、そんな、あ、記事も、もうついこの間のウォール・シー・ジャーナルも、まあ、紹介していたくらいなんです。というわけでね、日本のこの台湾の問題。まあ、今日たまたまこのサケイさんが、このシンクタンクのシミュレーションを報じたから、まあ、あの、私はまあ、それについてね、まあ、思うことを、 お言わせていただいてるんですけども、まあ、要するに日本はですね、この台湾危機っていう話を一体、本当のところ、どうやって起きるのか。で、それで勝つ見通しはあるのか。アメリカはどこまで介入するのかしないのか。あーで、介入しないとなったら、まあ、当然負けんじゃないのと。負けたら、こっから先が一番大事なんだけど、負けたら日本はどうなるのどうなるのこういう議論がね、 全然ない。全然ない。ああ、もう本当にね、私はもうがっかりしてるっていうか、まあこんなことじゃね、とてもじゃないけど、日本の平和と安営なんて、まあ、あの、語れないよねっていうふうに、まあ私は思っております。で、まあいずれあの、今度、その負けたらどうなるのか、ああっていう話をですね、まあちょっとあの、今予告で申し訳ないけど、 まあ、今のような話を前提に、負けたらどうなるのかっていう話は、今度はあの、長谷川義色トゥナイト、ニコ生、ニコ生のチャンネルで、まあ喋ろうかなというふうに思っております。まあですから今回の話はまあ前半ですね。前半の前提として、ちょっと怪しいぞっていうことをちょっと頭に置いておいていただいて、今度の金曜日、ニコ生で、この負けたらどうなんだと。 ここの話を、まあちょっとまた、この続きでですね、お話したいと思います。というわけで、今日はあの台湾、進行、本当の話はどうなんだ、ということをお話しさせていただきました。さて、そこで、えー、前回と一緒、田辺さんこれ聞いてるかと思いますけど、はい、田辺さんどうですか今までのお話。 えあのー、戦時体制にしっかり備えるという点で、まあ私も含めたんでしょうけども、うんはい、本当に準備できてるかというと、ほぼできない人が多いと思いますできてないよね。えーうん、できてない。うん、ま,ましてや、この時に政権があの、コ使え、カイ内閣っていう、うん、岸田 <laughs> さんっていう、こ <laughs> うね、巡 <laughs>、ね、り合わせが悪い時にこの人がっていう,、うんうだね。だからね、なんかね、まあ、私の印象はね、はっきり言ってね、議論がね、地に足がついてないっていうことなんだよね、一言で言うと。 はい、で、この 3K さんが紹介してるね、このシミュレーションも、要するに中国が日本にあのサイバー攻撃したらどうなるんだとかね。うんうん、それから、あとは、えっ、ー、と、えー、南西諸島に中国がミサイル攻撃を仕掛かってきたらどうするんだとかね。うん、まあ、そんな話やってるわけ。はい、でまあ、それは確かに、そういう可能性もあるだろうから、うん、それに対する備えをするっていう意味で、まあ、シミュレーションやるっていうのは、まあ、それは意味があるとは思いますよ。はい、意味があるとは思うけど、 そもそも前提のですね、はい、おいおい、中国はさ、アメリカと日本に先に攻撃するかよと。ここのところだと思うんだけどね。どう思いますそこ。ちょっと率直な感想を聞きたいんだけど。 中国がすごいなんてんですかね、本当はもう悪の権議の動きどんどん攻めてくるっていうのって、普通そんなのって、あからさ分かっちゃうんで、もっとなんですか、低いレベル、経済だとか文化とか、そういったところで、徐々にばれないようにやってまあそうだよね、まあそうだよね、うん、まあだから当然、台湾国内であの親中派をそそのかして、まあできればクーデターまで持っていけたら、まあいいかなと。はいはい まあ思って、まあ戦わずして勝つっていうね、孫子の方法だけど、ねはい、まあこれは当然考えると思うけどね。はい、あの、なんか今の議論でさ、中国がね、アメリカ軍攻撃するとか、日本自衛隊攻撃するとか、うん、カデナ基地にミサイルぶち込むとかさ、うん、はい。おいおい、そんなことやるかよと。いや、やるかもしんないよ。やるかもしんないけど、まま、それは、はい、自殺行為でしょ、習近平の。そうですね。合理的な軍事行動じゃないよね、そんなの。<laughs> うん だって、こっそりさ、言えばなんていうのこっそり台湾、まあこっそりとは言わないけど <laughs>、あの、要するに、日米を敵回さないようにして、うん、え、ちゃっかりと台湾取るってことができれば、まあそれが一番いいんだから。そうですね。そうです。私は、中国、習近平は合理的に考えて、当然それを狙うんじゃないかと思うけどね。そうですね。うん まあ、なる、そう考えると、まあ、日本だと、なんか国会議員でビードと、中国人のビードと、なんか変な、うん、デレデレ写真が見つかったりですね。問題っていうか <laughs> 本当そう、ね、困るなっていう感じですかね。本当そうだよね。だからさ、なんか、中国がミサイル攻撃してきますとかさ、はい、そんなね、あの、 まあなんていうかな、高等向けと言ったら言い過ぎかもしらんけども、はい、そんな話じゃなく、もうちょっと地に足のついた台湾侵攻のシナリオっていうのをちゃんと紹介していただいて、はい、でそれに対して、まあ日本っていうのはこういうことぐらいしかできないよねっていうような話を、はいおまあ、していただくのが、まあ私はいいんじゃないかなと、まあ思いました。はいはい、はい。というわけです。はい。ということで、はい、今日はありがとうございました。はいはい はいはい。じゃあというわけで、まあこの話はね、まああの引き続き、ええー、やりましょう。はいあ。あ、それからちょっともう一点、もう一点大事なこと。あの、ちょっと今思い出した。あのね、えっ、ー、と、中国は日本が NATO に入っちゃうとか、NATO が逆に日本を含めたアジア太平洋に拡大してくるって事態は絶対嫌なんだよね。だって、そうなったら、ああ、 まかり間違うと、NATO 全部を敵に回さなきゃいけなくなっちゃうじゃない。だから、そんな事態がなる前に、つまり NATO がアジア太平洋に拡大してくる前にやってしまおうと。そういうインセンティブは持ってると思いますね。それはプーチンと全く一緒で、プーチンは、ウークライナはもう NATO にいつか入れてやるってもう約束されちゃってると。となったら、これはもういずれは入っちゃうかもしれないんで、 その前に取っちゃおうという、このプーチンのインセンティブになってしまったわけですよ。だからこの教訓を、まあ我々が受け止めるとすればですよ。NATO の今アジア太平洋拡大っていう話、まあ東京事務所のはとりあえず先送りになっちゃったけども、という話があるでしょ。だからこの話がね、本当に現実味を帯びてくる前に台湾を取っちゃえというのが今の習近平のインセンティブだと。 というわけで今日はここまでです。はい、じゃあ皆さんまたお会いしましょう。失礼します。